ちょい、大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、このマスケスキャラスね、やっていくんですけど、まあ、これねちょっとラットに教えてもらった敵なんですけど、まあ、ムート情報されたムートですね。ムートとマスケが入ってますね。で大体今今までのトルネなしのね、スキャラは、まあ、建物一つか建物なしだったら絶対ここはフリーズか、またはここは墓石とか、まあお好みっすね。でも結構やっぱ今はまあ、フリーズがねちょっと弱くなって、秒数1秒と確かダメージも弱体化入ってたんですよね。だからあんまりもうちょっとフリーズきついかなって感じですね。また前と同じで基本的な形はポイズンになるかなと思います。で、まあ、墓石よりオーブンの方が、まあ、ポイズン切らせやすい、まあ、ポイズン環境よりねポイズン環境になるんで、まあ、ポイズン切らせやすいということで、まあ、オーブンで、まあ、マスケはやっぱなんだろう、ドラゴン系ベビドラとかインドラを多分一発早く処理できるんですよね。3パー上がったことによって確か。なんでマスケは結構もうスキラには、あとなんだろう、トルネでキング起動されないっていうのがやっぱエレキとの違いなので、まあやっぱ大きいかなと思いますね。でムートはまあちょっと火力曲がって、火力だっけな、確か火力だよね。秒数が1秒上がったんだっけ、あ秒数だっけな、確か、うん、確か秒数だ、そうだ。なんで、まあ、ムートもね、今ちょっと強くなってきているという感じで、まあ、ちょっとね、まあ、アウトローとマスケと、まあ、ムートで遠距離多めのね、まあ、感じになってます。ってことで、いきましょう。おー、危ない危ない危ない。いきましょう。なんですけど、まあ、空、対空多めっすね。で、なんでこんだけ空を詰めてるかっていうと、今ね、ほんと昨日、なんか、昨日のグロ5位トップ5、これ全部ラバだったんですよ。よろしくと。で、今は、あれですね、マジでラバ環境なんですよね。三重子がちょっと三重子でねずっとグロに残り続けてた、まあ日本人のプレイヤーとかもねみんな口を揃えて、いや三重子やばくねみたいな、もう多分10コストになると相当きついですねあれで。やっぱりまあ多分前の動画でも言ったんですけど、まあ見てない人に言うと、三重子の弱体っていうのはやっぱ1コスト上がっただけってなんか思われがちなんですけど、こうやってユニット出すまでに、なんか、なんだろう、0. 何秒ラグがあるんですよね。そう。出してから、出したらすぐポンって出るわけじゃなくて、こうやって、やばい。あー、入っちゃった。まあ、これはこれでいいかな。よいしょ。そう、数秒間ラグがあるんですよ。こうやって出して、まあ、ちょっとね。なんで、これオーブン。オッケー。よくやった。これポイズンいっちゃいます。でもって、そうですね。だから、なんだろう、三重子は10コストになると、マジで実質 10.5 コストぐらいっぽいんですよね。うん。今までは9で出して、その9で出したとき 0.5 分回収できてたんですけど、それが10コストね。やっぱ、クラロワってゲーム、最大エリクサが10なんで、回収できないですよね。その余った 0.5 分がただただ無駄になるだけっていう感じになるんで、そうですね。まあ、1コスト以上の意味があるんじゃないかなって感じでなってますね、今。これいっちゃいます。ラバ出されたくないんで。よいしょ。で、縦付けでったら、うん。OK。まあ、これはポイズン打たないで、まあ、ウーブンでいきましょう。で、今、穴掘りと、なんだっけ。これ逆サイムートでいいな。うん、陸いっぱい切ったんでね。縦付け。はいはいはい。よいしょ。まあ、アウトロー端に出してあげて、まあ、あっちメガが美味しい美味しいと。あれは無視でいいっすね、こっちは。多分こっちも同じぐらい食らうと思うんで。これはこの位置にマスケ。呪文も引き込まれない位置にマスケ出してあげて、このメガゴ。で、この端前は、端前防ぐのは、あれですね。まあ、単純にもうメガゴ切った後なんで、当てるユニットがね、メガゴに、俺のメガゴに当てるユニットがないんで、あ、これだるいっすね。分かってますね、相手。OK、OK。まあ、とりあえずオーブンでいいかな。トリオ。トリオでいって、で、タルババ回ったら、次、陸受けが、あ、これでいっか。ムート。で、タルババと。これ、スケ殴ってからこっちだね。よいしょ。やばくね？やばくね？
このスケがやってる。非常に307だ。まだいけるな。全然いける。まだ登るんだよね確か。よいしょ、これでいってスケラポイズン、いけ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 、前おっしゃ、あぶねもう真面目だったな。あぶね、グッドゲーム。ちょっと俺の立ち回りがカスでしたね。あと墓石から流れてきたスケをあのラバスケみたいになってたんですけど、それをねちゃんとスケ受け止めきれなくて、スケに多分5、6発入れられたんで、それがちょっとね危なかった。まあ今流行ってるラバにも勝てるスケだって感じで、あとは今流行ってるのがまあマスケ、テスラ、エリポンクロスみたいなのが流行ってるんですよ。うん、で流行ってて、そのクロスにもやっぱスケラって一見やクロスに相性悪いかなって思われがちなんですけど、あれなんですよね、クロスにも、マスケと、まあ、アウトローでも受けれるし、ムートがねやっぱクロスのメタ張ってるんで、で、マスケとかもねちゃんとここに出してあげれば、クロス相手がクロスだった場合なんですけどね、ここに出してあげれば絶対にテスラクロスされた時に届かずにねいけるんで、これいっちゃいます。夢を渡す。裏になんか多分当ててくるんで、はい。こういうのはね、もう先に処理しないと。隠れんな。だるい。まあ、これ2発食らうんで、で、これ何かしら出してきたら、まあ、こちらはね、だるいね。コウモリ過ぎてからオーブンですね。ポイズンで防衛される、オーブンだしの、ムートとかあったよな、相手。だるい。墓石ちゃん。墓石ちゃんが受けられちゃうんで、これピーズンっていきますね。よいしょ。ちょっとできるだけオーブンを生かしたいんで。よいしょ。いや、明日からアメリカ行くんすよ。超楽しみだな、マジで。ゲソ楽しみっすね、ほんとに。俺、アメリカとか、まあもちろん行ったことないんで。よいしょ。これで全部受けていきます。オッケー。まあ、ここはまだ焦らずに、アドは取れてないんで、これ受けたらアド取れるかな、でも正直。あ、美味しいな、これ止まるな。いや、美味しかねえか。届かない。から、やばい、これマジでやばいな。コウモリがやってる。オーブンで受けてあげた方がよかったな、普通に。これ無視ですね、相手の。こっちスカル打っちゃいます。ティーティキティーティキティーンって感じで、こういうポイズン。これ受けられなくね？オッケーオッケー。オッケー。いや、美味しい。ゴーストちゃんと先に殴っていきますね。危ない危ない。消えちゃうんで、やつは。これいい感じに守れたっすね。これで、一回もう一回後ろかな。オッケーオッケー、それは美味しい。最大限受けていいの。あ、そろそろロイホー来るな。あと1枚ぐらいで多分ロイホーコウモリが回ると思うんで、オッケーオッケー、これ回ったな。多分打っちゃいます。よいしょ。いいめっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。なんなら勝った。オッケー。なんでやねん。これ入っちゃったら負けっすね、メガゴ。危ない。オッケー、勝ったらこれはさすがに。よし、グッドゲームという感じで、結構ね、いい感じっすね。危ない。まあ相手のサイクルをつかみつつ、やっぱり、で、今は相手ちょっと俺が一見で甘えた風にやって、ちょっとね、端前止めやす風で、あれだったんですよ。防衛にね、スケラの防衛にポイズン打たなかったんですよね、相手が端前に。でも、言うても、ムートとかって結構やっぱだるくて、エリクサー使わないといけないんで、そういう感じでね、結構、ムートがマジ陸いない時とかね、絶対、相手のタワーに入るし、結構強いんですよね。そうなんですねーって感じで、よいしょと。とりあえずこっちかな。まあ、これで、マスケで。まあまあ、程よい程よい。程よく、まあこれ両サイド守んないといけないんで、これまだね、スケラ打たないでね。これを何かしらで受けてきて、これアウトローかムートどちらかで受けて、ああ、これギャング切ったらいけるんじゃないかな。
いっちゃいますか。よいしょ。この形がね結構だるいと思う。あーいい守り。これアド取られた。10コスを6コスか。6コスで抑えられたな。次はあれロイホグか。ロイホグ多くね。なんかさっきもロイホグだったよな。これ次ロイホグ来たらタルババとこれに2オーブン出して守っていきたいですね。いやーそういう感じか。これしまいでいいや。これ多分抑えられない。あのタルババ切ったんで相手多分抑えられないですね。はいはいはい。ワンちゃんのホバ。ワンちゃんのホバなんですけど、おいチョロ Q。 やっぱチョロ Q ですね。ホバがあるんでアウトローは切れないんですよね。ここでアウトロー切るといよいよね止めるカードがなくなっちゃうんで、よいしょ、オッケー。これは両サイドから攻撃もらうんで多分守れるですね。適当に、まあ、ムート適当にババ処理用のムートも出してあげて、こっちのねコバが来る。この位置だったら多分コバから抜ける。抜けねえ。え、しかも抜かないっていうね。これ一応ギャング、オッケー。あ、これ無限に合わせられるな。これよし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 。ちょっと一回守りから入ろうかな。でもってこっちにオーブン裂いてあげて、え、あ、それいけるかね。これギャング来るんでポイズ打っちゃいます。よいしょ。うーん、早めに、あーそれはまずい。かー、負けるか負けるか。これあー落ちた。やってしまいましたね。俺がちょっと今甘えたっすね。甘えたなぁ。小屋がダルシムだったなぁ。いや、分かってやがる。いやぁ、やりますね。相手が俺より強かった。最悪だ。くっそ。もう一戦いきます。もう一戦。いやぁ、温まってきた。肩温まってきたわ。やば。だるい。これはだるい。わあ、マジか。これどうしようかな。とりあえずここにアウトロー出しても呪文打たれるだけなんで、こっちかな。マスケで次からはどうだろう。まあ、丸太を打たせたいので、先に打たせたいので。なるほど、それはだるいな。マジでマジでだるい。あーそれいいな。こっちエリー多分アイゴレ、アイスピーじゃ受けらんないんでアイゴレ出すんですよ、こっちに。なんで丸太切った後なんでね、スケラいっちゃいます。お、逆に出した。頼む頼む、向かないで向かないで。あー向くか。いやいい、丸太切ったばっかのスケラやっぱ刺さりますねこれ。んー、ワンチャン来るな。来たら結構やばい。はい、ちょろい。OK。これで、まずは、ちょいアドっすね。で、絶対に、もうマスケ切ったんで、この位置のオーブンでいいですね。マスケ切ってなかったら、真ん中マスケでオーブン抜かれちゃうんで、ホグ来たらちゃんとね、ここら辺に出してあげなきゃいけないんですけど、マスケ出したばっかなんで、ここでいいっすね。よいしょ。もうワンチャン5打たれるかなって感じではあるんですけど。はいはいはい。こっちに出してあげて、まあ、ここに出したらね、5打たれちゃうんでね。よいしょ。よいしょ。という感じで。あー、おいしい。おいしい。ムート好きなんでいいかなと思うんですけどね。よいしょ。よいしょ。こう早めに手札回して。これできるだけ残したい。よし、オッケー。で、次は、多分、アイゴラホグが来るんで、どうしようかな。一発、オッケー。よし、
これで押さえた。はいはいはい。OK、 完璧よし。まあ 2.6 にね、今ねほんとマスケ強くなって 2.6 多分増えると思うんでね、まあ 2.6 にも勝てるということで、口笛吹いておくか。 OK ってことで、こんな感じですね。まあオーブンがやっぱちょっとね、他のね、スキャラうまいプレイヤーとかもまあ大体ね2択で、まあ、オーブンスキャラかスケフリみたいな感じではあったんで、まあオーブンスキャラもね全然強くて、まあ射程長いの多いんで、なんだろう、常にね、メガゴとかベビドラが結構環境では多いんですよ。ラバがいるんでね、とりあえず相手も空詰めなきゃっつってメガゴとかベビドラが多い環境なんで、まあ、こういうね長距離系で常にカウンター取れる、メガゴ出してきて、まあ、マスケで受けて、それをベビドラで受けられて、まあ、それをねアウトローとかで受けたり、なんか長距離やるとね常にカウンター取れるんで、まあね結構強いんじゃないかなと思いますね。まあ、近距離も割とまあタルババメガゴで安定して受けれるんで、まあおすすめですね。まあ唯一の弱点としてはちょっと回転が遅いんで、まあさっきまあ見てたら分かると思うんですけど、なんだろう、まあ2周目ホグとかで刺されやすいですね。なんで序盤は攻めすぎずに、あとはさっきみたいにアイゴラホグが来るからっつって、もうあらかじめ頭の中で守りの形をイメージしといた方がいいですね。この位置にアウトロー出して丸太打たして、この位置にマスケ出してファイブ打たせるからメガゴは行きようみたいな感じで出したんですけど、まあさっきはねメガゴにファイブが飛んできたんですけど、まあそんな感じでね結構守りの形さえイメージしてれば、守るちゃんとホグをね守れるカードオーブンしかないんですけど、オーブンがなくても一発で抑えられるとかね、そういう感じになるんで、まあね、確定で守れるカードがない時に相手の方が回転早かったら常に守りの形を意識して立ち回った方がいいですね。っていうことで、まあこんな感じで終わります。まあそうですね。あとはまあね、昨日かな。まあ昨日まで QQ さんちにお邪魔してたんですけどね。まあ QQ さんのチャンネル2本と自分のチャンネル2本また撮ってもらったので、まあねぜひそちらの方もチェックしてみてください。ということでね、まあ明日からねアメリカクソ楽しみなんですけどね。まあこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。